一時になりました。こんばんは、乃木坂46の桜井玲香です。白石麻衣です。松村さゆりです。さあ、この時間はいつも AKB48 さんのオールナイトニッポンをお送りしておりますが、今日は私たち乃木坂46のニューシングルシンクロニシティがリリースになったということで、ありがたいことに乃木坂46のオールナイトニッポンをお送りしていきます。いやー、始まりましたなー。始まりましたなー。なあなあ。なあ。なあ。緊張しておりますか？緊張なんてしてませんよ。緊張なんて。すごいね、レイカちゃんのさ、マイクの、このポンポン、マイクの色が紫っていうのすごい意識高いね。あ、意識高い系。恥ずかしい。あ、さゆりもやだ、リンゴ。確かに。赤色だ、松村さゆりの。あれ、マイヤーは？黄色？白じゃなかった。白じゃなかったね。黄色。黄色になんか由来ありますか？黄色に由来？はい。由来？由来はない。なんか残念。振り方雑だった今。探していきます、これから。黄色に由来ね。まあ、こんなテンションでやっていきたいと思います。はい。はい、お願いします。日本放送でお聞きの方は、深夜0時からのニューコミプラスから、この後、失礼いたしました。ニューコミプラスから、この後、新内舞ちゃんのオールナイトニッポンゼロまで、4時間半乃木坂尽くしでございます。おー、4時間すごいね。ワンナイトジャックスペシャルですよ。素晴らしいですね。え、ちなみにですね、ニューコミの方では、カズミン、高山カズミと鈴木彩音ちゃんが、行きますね。そしてこの後のゼロでは、新内舞ちゃんと、すごいな、すごい気合いね、逆に。斉藤優里が、出演させていただくことになっておりますが、はい、ここから2時間は、この3人で、担当していきたいと思います。了解しました。はい、ね、ちょくちょくオールナイトニッポンの方には、実は出演させていただいてるんですけれども、うん、この3人の組み合わせって初めてなんだよね。初めてですね。ねはい。に、どうです？この、どうです？今、この、感じ、三人でいて。今の心境は。でも、本当に、先ほどショールームさんでもちょっと言ったんですけど、はい、なんかやっぱさ、一期生じゃないですか、みんな。うんうん、そうっすね。ずっと一緒にいてさ、比較的ここの三人はさ、なんか仕事が一緒になることも多いじゃないですか。そうだね。なんか本当なんかもうね、まちゅう、楽屋みたい。本当に流れてますかっていうぐらいの気持ち。じゃあ、こう、いつもの感じでね、やればいいってことですね。そうですね。はい。じゃあ、まあ、元気よく。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 えい、えい、おー。じゃあ、3時まで、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、タイトルコールいきましょうか。はい。はい。じゃあ、せーの。乃木坂46のオールナイトニッポン。さあ、改めましてこんばんは。乃木坂46の桜井玲香です。白石麻衣です。松村さゆりです。このオールナイトニッポンは動画を無料配信するサービスショールームでも生配信中でございます。見えてますか皆さん？パソコン、スマホから見ることができます。ぜひぜひチェックしてください。はい、こちらしかも普通の動画配信に加えてですね、360度の VR 配信も行っております。よー、皆さん今手元で動かせる方、動かしていただいたらどっからでも。どうしました、松村さん？急に恥ずかしくなっちゃった。急に恥ずかしくなって顔隠しちゃった。ちょっと360度ですよ。そうだよ、もうどこからでも見えてるから。恥ずかしいとか言ってる場合じゃないからね。どこ気に、ね、なんで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 脇気にするの？背中、背中、背中を気にしたの。360度って。なるほどね、なるほどね。はい、皆さんチェックしてください。今夜はスペシャルということで、まずはちゃんと私たちの説明をしておこうかなと思います。はい、2011年8月の結成から7年目を迎えている乃木坂46でございます。お茶の間の皆さんにもどうなんでしょうね、知ってもらってんのかな。ちょっと
まあ、わかんないんですけれども、はいはい、あの簡単に説明すると、うん、どういうグループです？マイアン。女の子のグループですよ。そうですね。はい、はい、男の子いないんですか？え、あれ いませんよ。そんなのグループですよ。いるわけないでしょ。メンバーは何人いるんですか？43。今43人。すみませんね。とりあえず可愛い女の子がたくさんいます。はい、なるほど。すみませんね。ちょっとなんかこう出たり入ったりしちゃってまして最近ね、申し訳ない。すみませんね。43人ですかね。あの違ったらコメントください皆さん。はい。そんな私たち乃木坂46がですね、うん、本日、はい、20枚目のシングルシンクロニシティをリリースいたしました。イエーイ。ありがとうございます。もう20枚目です。早いですね。そうだね、20枚目だね。20枚でしたよ。詳しくはですね、後ほどゆっくりこちらのシングルの方お話しさせていただきたいと思います。はい、さあ生放送でございますよ。はい、メッセージを募集いたしましょう。しましょう、しましょう、うん、はい、松村さん、あ、テーマをお願いいたします。すごい、れいかちゃんの顔めっちゃ見てた今。ねえ、見ていました。松野にしました。はい、ここで松野出番です。はい、今回はですね、私松村がテーマを考えました。まずはテーマの発表です。こちら、白石麻衣のイメージ。私松村さゆりはですね、乃木坂46のメンバーである前に、もう白石麻衣ちゃんの大ファンでございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。メンバーなんですけど、一応メンバーだから、あの隠してたんです。今まで隠してたんだ。7年間実はめっちゃ隠してて、本当どこにも言ったことなかった。全然隠れてないから。出まくりよ。あなた出まくりよ、本当に。一応隠してるつもりだったんですけど、うん、ほらメンバーだからね、距離が近いから。何マリアのさ、どういうとこが好きなの？どういうとこが好きって言われたらさ、もうございますね。なんていうの、なんかやっぱさ、好きに理由はないじゃん、まず。そう、まあそう。なんか人は気づいたら好きになってる。恋かな。恋かもしれない。恋かもしれない。高山一実さんの恋かもしれない。あ、恋から絶賛発売中でございます。高山一実、はい、写真集。写真集、恋かもしれない。発売中で。見てね。本当に、うん、なんか、うん、なんか本当に、うん、なんだろうね、わかんない。なんかマイアンってさ、うん、白石麻衣ちゃんは、うん、もう全部完璧じゃないですか。そうですね。じゃあ本当になんだろうね。うん、もし、うん、じゃあ例えば、うん、もう爪の指が誰よりもめっちゃ短くて、もうここの肉出ちゃってんじゃん、やばいよって言う白石麻衣ちゃんでも私は大好き。超深爪、もうめっちゃ深爪で、ちょっと肉肉しすぎない、そこまで。ちょっと私見るのはちょっとそこだけ見るの辛いけどめっちゃ好きみたいな。すごいとこよね。ぐらい本当に白石麻衣ちゃんのことは大好きなわけですけども、私松村さゆりはですね、はい、もっともっと白石麻衣ちゃんの魅力を世間の皆様にアピールしたい、うん、ということで、うん、このテーマにいたしました。ありがとうございます。そうなんですよ、白石麻衣ちゃんといえばですね、はい、ビジュアル的な人気が一人歩きしていまして、うん、いやそんなこともないけど、まあ一応そう言われてるので、まあ、綺麗すぎるからね。そうですね、そうね、綺麗で清楚、うん、クールビューティー的なイメージだけが世間に広まっています、うん、しかしですね、魅力はもっと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 たくさんあるんです。本当、沼ですよ。沼ですよ。沼、沼です。沼か、沼ですよ。沼だよ。なのですね、なので私、あなたがですね、勝手に思い描いている白石麻衣ちゃんのイメージを送ってください、うん、で今日はですね、はい、実際のところそれはどうなのか、ご本人と一緒にチェックしていこうと思います、うん、めっちゃいいじゃないですか、これ。ありがたい、ね、皆さんのイメージ通りの白石麻衣ちゃんなのか、うん、ちょっと違う白石麻衣ちゃんなのか、うん、今日は本当にその話を根掘り葉掘りしたいと思います。ありがとうございます。いいですね。じゃあ例えばですね、どういうのがあるかと言いますと、ファミレスのドリンクバーのシステムを知らなそう。あ、知ったら知ったる。あ、知ったら知ったるよ。あれ本当に一回さ、注文したら何回でもおかわりできるんだよ。知ってますよ。本当に。すごいでしょ。全部の種類のドリンク全種類行きたいね。ああ。好きなことあるから。いいですね。そうですね。知ったら知ってますよ。はい。
あとは、うん、つばの広い帽子をかぶってそう。かぶってない。かぶってないの？いやそれはさすがにかぶってる。かぶってない。え、見たことある？逆に。あ、プライベートじゃないけど、あのベマーズの時かぶった。やっぱ私もそれはしょうがない。キレイさんの時はかぶってた。そうだね、キレイさんね、最後はねかぶってたけど、うん、かぶってないな、うん、あとなんか言ってそうなこととかないの？言ってそうなこと、うん、うん、車ってご自分で運転なさるの？言わない。口調がさ、めちゃくちゃさ、どんな人なんだよね。皆さんドライバーは、あ、いらっしゃらない？あ、そうなんですね。え、そんなイメージ？お嬢様とかね、そうイメージあるんだろうね。めちゃくちゃ庶民よ。ハンドルのあのクラクションとか絶対触ったことなさそう。あ、てかならなそう、ならなさそうだし、鳴らしたとしても超短そう。なるなるよ。バカにしてる。めっちゃかっこいいよ。なんかプーがいいよ。長めタイプ。あ、そうかそうか。などなどね、あなたの素直なイメージを送ってください。はい、はい、何でもいいです。もうちっちゃいことでも構いませんので、うん、はい、本当に。受付メールアドレスはこちら、うん、はい、46@allnightnippon.com 46@allnightnippon.com 46は数字でございます。メールの件名の欄にテーマならテーマ、感想なら感想と書いてください、うん。今夜は私たち3人のですね、直筆サイン入りポスターのプレゼントもありますので、ありますよ。皆さん楽しみに最後まで聞いてください。お願いします。乃木坂46のオールナイトニッポン。この番組はエイブル、ブルボン、DVD フジボー、白夜処方、クリエイト、サミー、種の滝、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。では今夜の1曲目です。オリコン CD シングルデイリーランキングで1位をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日リリースとなった私たちのニューシングルです。乃木坂46でシンクロニシティ。シンクロニの桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理がお送りしています。乃木坂46のオールナイトニッポン。毎週水曜日は AKB48 さんのオールナイトニッポンですが、今日はニューシングルのリリースを記念して乃木坂46のオールナイトニッポンをお送りしております。メンバーは桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理です。ヒュー、お願いします。お願いします。さあ早速メール届いております。はい、はい、茨城県原活山のたぬきさん、うん、おお、松村さん、はい、ファンより思いが強すぎて早口になってますよ、わら。マイアン好きなの分かったんで落ち着いてください、わら。すいません。あ、本当だ、ラジオなのに早口はダメですね。ダメですよ、ダメですよ。じゃあ確かにいつもより、うんうん、じゃあゆっくりっていう気持ちを持ちつつ、うん、すごい白石麻衣ちゃんのことを語りたいと思います。おお、それでいいですか白石麻衣ちゃん。ちょっとゆっくりじゃない。真似してくれた。真似してくれた。しかもちょっと何するビスタウィスパーボイスっぽくなっちゃうの、ね、ちっちゃくなったね。もう一つ、はい、もう一つ来ています。はい、ゴゴンゴンゴゴンさん。おー、ゴゴンゴゴンゴン。おいスタッフ、今すぐに白石さんのマイクを白に変えろ。早く早くだ。おい、見てくれよ、見てくれよ、見てくれよ。みんな動画見てるか、見てるか、この目の前のマイクの色何色だ。
ホワイティだぜ。ホワイティだぜ。ホワイティだぜ。変えてくれたぜ。ありがとうございます。もうびっくりだよ。ちょっとね、ちょっとね、ホワイティというかね、若干、じゃあ、ベージュ？ベージュ？クリームか。そうね。ちょっと年季入っちゃってるけど。年季入ってきた。でまあ、白っちゃ白。白っちゃ白。いやー、ほんとに。ちなみに桜井さんの、そのマイク。そうさっき発覚したんだけど、私のマイクの色紫とか言ったじゃん。これ青なんだって。ねえ元はね。元は。びっくりしたよね。絶対ないよね。絶対これ紫だったって。だって全部綺麗に。ライト焼けってこと？あ、なのかな？あ、なのかな？なんでこんな色変わるん？ね、青から紫ってすごいね。すごいね。本当に。気になっちゃう。ね、謎が多いわ、このブース。うん。不思議よ。あ、もう一通来てました。はい。はい。大阪府、小樽のパイセンさんから。ありがとうございます。20枚目シングル、シンクロニシティ買いました！ありがとうございます！特典映像の3人旅ではハイテンションの皆さんを見れてとても満足です。お忙しい3人ですが、最近はどこか旅行などには行けたりしますか？そうなんですよ、ね、はい、あの今回のシングルですね、うんうん、特典映像が、3人旅となっていまして、うん、私たちもそれぞれ行ってきたんだよね。行きました。2人は同じチームで。そうです。ここに和歌が加わって、はい、3人で金沢の方に行きましたね。いいですね。行きました。はい。楽しそうでしたよね。カニなんか食べちゃって。そう。いいでしょう。いちご狩りも行ったんだよね。ねえ。いちご狩りのいちご。すごいね。あのね、いちごはね、本当ね、もうあのスーパーに売ってるようないちごじゃなくて、もうこんな。そう。あ、どんな。あ、待って待って、ごめん。こんな。ごめんな。これラジオのまま言って、まいちゃん。もうね、こんな。おお。ありがとう。ごめんな。前、これ、ラジオなんだ。ラジオ、じゃあ、レイカちゃん見て、これ、これを言って。大きい、大きい、大きい。なんかね、テニスボールぐらいある。おー、それはない。あ、ちょっと待って。ごめん、それはない。さすがにそれはない。二人の手の大きさ、絶対テニスボール。江戸前寿司ぐらい。わかんない。いや、江戸寿司？江戸前寿司ってさ、ちょっとさ、なんていう、こじんまりしてない？なんか一口でなんかちっちゃいじゃん。大阪のお寿司の多分半分ぐらいかなって思ったから、うん、それぐらい。あ、そうなんだ。え、じゃあ結局めっちゃちっちゃいってことじゃん。え、江戸前寿司のサイズってことでしょ？まあ一口でいける。めっちゃちっちゃいじゃん。いや、さすが江戸前寿司知ってらっしゃるわ。マジあんま食べたことないから知らない。リカちゃんの話聞こうか。リカちゃんのとこはどこに？あの、私は、まいちゅんと、あと、西野七瀬さんと一緒に、高知県に行ってきました。いいね、高知。高知県ね。何したの？踊った？え？え、何を？よさこい？よっさこい。踊ってない。時期的にそんなんじゃなかったし。あれ5月だよ。うん。よさこいって5月なんですか？違う。え、ほんと夏だよ。5月は6月ですよね。ほら、みんな誰も、誰も知らない。みんなほんと関東にしか興味がないように。噛んじゃった、噛んじゃった。噛んじゃった。噛んじゃった。みんな待ってくれてたね。うん、待ってたね。嬉しいね。何したの？なんだろう。なんか食べた？あれ、食べた。カツオの、カツオ食べた。カツオ、そっか、そっか。カツオめっちゃ美味しい。カツオめっちゃ美味しいよ。カツオね、めっちゃ美味しい。うちらはノドグロだね。ノドグロだね。うちらですよ。いや、あの、なんだろうな。あれなんだよな。なんかね、いや、あれでも、もう私、高知大好き。本当に高知大好きだし、楽しかったし、ご飯も美味しかった。でもだよ。ちょっと、金沢と、こう、比べると、なんだろうな。高知でしょ？うん。うん。ダメだよ、高知の人聞いてるよ。高知の人聞いてる。いや、違う、私大好きだからね。高知の皆さん、私、みかんもあるよって言ってる。大好きだったんだけど、なんだろう、なんだろうな。明太子、明太子。明太子違うし。なんか、ま、正直だよ。龍馬と、坂本龍馬と、カツオだよね。最強じゃん。最強じゃん。めっちゃいいじゃん。最強か。だって教科書に載ってんだよ。金沢じゃ、何があった？のどぐろ。のどぐろ、カニ、金箔ソフト。カニ。カニ。兼六園。兼六園。なんだろうね。お寿司も食べてる。お寿司も食べてる。いちごにも等しい。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。楽しそうじゃん。もっとなんか、
女子旅にはすごい最適だったけど。女子旅には最適。めっちゃ羨ましい。あ、金沢行きたかった。いや高知好きだけど、うん、いやぶっちゃけ金沢行きたかったよね。行ったことある？ないのよ。あ、ないのか。ないよね。町も初めて行った。私も初めて行った。ね、うん、まあ楽しかったよ。うん、すごい楽しかった。高知も行ってみたい。行ってみたい。いやもうぜひ。え、行ったことあるか？あ、ないか。なか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 だよ、ね。一回行ったことある。なんかバイシクルの時にさ。あ、そうだね。ああ、自転車の旅だ。その時踊ってたよね。阿波踊り。あ、なんか踊ってた。ね、それめっちゃ覚えてる、その映像。本当に。そう、四国行った。うん、え、それ教えてほしかったんだけど、誰も教えてくれなかったの。はあ。早く言えばよかったの。早く言えばよかった。まあまあ、ぜひ皆さん。そうですね。本当に楽しい、こんなこと言ったけど、うんうん、本当にどのチームもすごい楽しんで、旅してきたんで、うん、皆さんぜひ特典の方も見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、思います。マッチョ。おメール来て、おいまいやー、あ、おまいまいやー、おまいやー、お便り来ておりまーす。はい、東京都のすけのすけさんから。先日の生駒ちゃんの卒業ライブ、はい、僕はライブビューイングで見たんですが、人目もはばからず大号泣してしまいました。いや、いいよいいよ。3人にとって生駒ちゃんはどんな存在ですか？あ、すごい急に真面目な話で、とね、突っ込んできたじゃん。いやでもなんか生駒ちゃんの存在もあるからだと思うけど、本当にいいライブだったよね。いや、めちゃくちゃいいライブだった。めっちゃいいライブだったと思う、うん、本当に、うん、出てる側だけど、うんうん、なんかね、ちゃんとこう1から10まで全部1コマがこういろいろね、うん、意見も出して、うん、プロデュースしてやったライブで、ね、そうそうそう、ね、なんか、うん、私は制服のマネキンが本当に辛かったんだよね。あ、辛かった。なんかやっぱさ、制服のマネキンって生駒の曲じゃん、うんうん、なんか、うんうんうん、だからほらずっとすごいたくさん歌ってきた曲だし、うん、あ、生駒がセンターで歌うの最後なんだとか思ったらもう私歌えなかった。苦しくなっちゃうね。苦しかった。本当レイカちゃんね、もうね、すごくて、うんうん、一回途中で、うん、なんかちょっと会った時に、うん、なんか私本当に落ち込んでるのってすごい急に言ってきて、で私なんか MC とかでちょっととちったのかなって思ったの、うんうんうん、でちょっと自分のことで落ち込んでるのかなって、やっぱ生駒ちゃん最後のライブだから、うん、すごい責任もプレッシャーもあっただろうし、うん、なんかちょっとしたミスで落ち込んでるのかなって思って、うん、めっちゃ心配になっちゃって、うん、心配してくれて、でもその時はなんか時間がなくて、うん、それだけ聞いてもう本番出ちゃって、うんうんうん、合間合間でめっちゃ聞いてたの、どうしたのみたいな、うん、何かあったのって聞いたら、違うの、生駒ちゃんが卒業するのが本当に寂しいのっていうの、うん、でも私はそれ気使ってんのかなってちょっと思ったの、ね、やっぱ自分のミスなんかあったんだなって思って、うんうんうん、最後の最後終わってからもう一回、ね、本当は何があったのって聞いたら、本当に生駒ちゃんが卒業するのが辛すぎて途中本当に落ち込んでたっていう。てかめっちゃ疑うやん。いや、ね、だって本当にもうその時のトーンが今までのライブで聞いたことない感じの落ち込み方だったの、うん、なんか怒ってる感じだったの、うん、もう私は本当に落ち込んでるみたいな。あ、なるほどね。そんなだったっけ。違うみたい。そんなだったっけ。本当に心配になった。あ、見たことないようなレイカちゃんだったのね。そう、うん、でもね、ライブの途中もさ、気になってレイカちゃん見るじゃん、うん、やっぱね、誰よりも泣いてるの、うん、もうね、シャワー浴びてきたのかな、レイカちゃん。そんなびちょびちょだった。びちょびちょだった。ちょいちょいあなた今日ディスるわね。ディスってない。ねえ、ちょっと素敵だったよ。あ、本当に、うん、いや寂しかった。本当に。いや寂しいよ。あのさ、花束、うん、花束を渡す、うん、お花を一人一人渡す演出があったじゃないですか。まあサプライズで、はい、その時に、うん、マチュの次がレイカちゃんだったの、うんうんうん、でマチュが渡して、うん、でも生駒ちゃんって思って余韻残してたら、うん、パッて見たらもうレイカちゃんが本当にもう苦しそうな顔してて、うん、もうそれが、うん、もうマチュの心にもすごい刺さった、うん、あ、本当、もうファンの人と一緒に刺さってたと思う。そうだね、レイカちゃんなんかキャプテンと、うん、やっぱなんか生駒ちゃんっていうのはすごい、うん、いい絆があったんだなっていうのを改めて感じた。いろいろ助けていただきましたよ。だね。ね。あ、喋りすぎたわ。いや、そんなことないよ。ありがとうね。はい。大阪府ホーリーさんから。ありがとうございます。僕は4月22日に行われた生駒里奈卒業コンサートをライブビューイングで見させてもらいました。ありがとうございます。
特に印象に残っているのが、メンバーのみんなが生駒さんに花をあげる際に、うん、白石さんが生駒さんの耳元で何かを言っていたことです。何を言っていたのか聞くことは野暮だとは分かっていますが、うん、どんなことを言ったのか触りだけでも教えてもらえないですか？ですって。それは二人だけの秘密だよ。あー、そうですよね。すごいわかるけど。いや、わかる。めっちゃ知りたい。いや、わかるよ。絶対聞いちゃダメだよ。ファンがいるね、ここに。わかる。そうだね。ありがとう。二人だけの秘密なんだけど、そこは本当お願い。じゃあ、ちょっとどんなことだけね。でもさ、あれってさ、結構時間、このフレーズで花束を渡すって決まってたじゃん、うん、それぞれが、うん。で、そんなにこう、あんま話せないし、うん、本当に一瞬だけど、うん、なんかこう、ありがとう的なことを、さらっと伝えたよって感じ。うんなるほど。はい。でした。そっかそっか。ね。うーん。そんなね、なんか、ね、寂しくなっちゃうのも嫌だから、ね、ちょっとさらっと。はい。ギュギュッみたいな感じでね。話をしたところでですね、一曲ここでお送りしたいと思います、はい、こちらは先日武道館で行われた生駒ちゃんの卒業公演の、中で入っていた一曲です、はい、聴いてください。乃木坂46で制服のマネキン。の魅力について語ってくれですか？そうですね、白石麻衣ちゃんと出会ったのは2011年の8月、まだすっごく暑い夏の日でした。その時オーディションで出会った彼女はもう制服を着ていましてですね、その制服姿が本当にとても良く、コメントの途中ではありますが、あまりにも長すぎてジングルとしては使えないので、ここで強制的に締めさせていただきます。乃木坂46のオールナイトニッポン、一言で言うと女神。今夜は乃木坂46のオールナイトニッポンをお送りしております。ここでですね、先ほどまで日本放送でお送りしていたミューコミプラスに出演していたメンバーがスタジオに来てくれました。イエーイ、あいねちゃんと高山です。自分で言って、自分で言って、嬉しくないっていう、なんか最初にあいねちゃんとって言っちゃったもんね。で言ったら、じゃあ行くよ、うん、せーの、鈴木彩音です。高山和美です。私せーので言うのかと思った。せーのね。びっくりした、ね、ちょっとさっき聞いてたよ。あのさ、ちょっとさ、うん、ちょっとせ濃いかもしれない宣伝してくれたっしょ。あ、そう、先週、そうそう、ね、ありがとう。嬉しい、ちょっと聞いてた。本当に嬉しいと思って、ちょっとカミカミだったけど、ね、そうだね、だいぶ前のことなのにありがとう思ってくれて。いや、めっちゃさ、使えるタイトルだからさ、そうそうそう、可愛いよね。一週間に1回言ってるかも。いや、2人ミューコミプラスはどうでした？楽しんできました、うん、楽しかったですよね。楽しかったね。あやちゃんめっちゃ爆笑したの。あ、なんで、なんでなんだっけ、結構笑ったよね。なんかね、もう忘れた。間違えてよろしくお願いしますって言ってしまって、当選者の人におめでとうございますって言ったけど、なんとかさんですよろしくお願いしますって言っちゃった。それすごい、よろしくお願いします。かわいい。いや、ぽいです、ぽいです、ね。楽しかったです。あ、よかった。よかった。ちなみにですね、今夜のこちらのメールテーマはですね、うん、白石麻衣のイメージ。はい、うん、この時間は2人からぜひ世間が知らない白石麻衣情報を教えてほしいということなんですけど、細かい情報でも全然いいんですけど、なんかありますか？え、そのさ、別に裏の顔とかじゃなくて、私がだけが知ってる麻衣やんのことでいいの？あるあるある。私しかマジで知らない。本当に私しか知らない。やめて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 、ドキドキしちゃう。もう私何回だろう、もう何百回かな、
オーディション部の時に手をつないでるのね、マイアンと、こう、そう、二人で、こう、オーディション部ってさ、こう、結構ハンドマイクになってからさ、腰に手回した振りになったじゃん。なんだけど、私とマイヤンは、二人でうまいことね、こう手を繋いでるんですよ。そうよ。え、繋いでる？繋いでない！やったー！うちだけじゃない？うちだけ、うまいこと。え、ちょっとさ、これ、説明が難しいね。え、あれ繋いでないの逆に。ねえ、いや、うちだけ。うちだけ。あの感じ。私が前、マイヤンが前で、私が前で、私が前、高山が後ろで、で左手でマイク持ってるじゃん。で、うん、で私がこっちやって、で高山は右手でマイク持ってるじゃん。あ、右なんだ。そう。で、私が左手でこうしてて、こう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 。そう。で、この後さ、前向くじゃん。うん、この時にちょうどこう行くのよ。おお、素晴らしい。素晴らしい。あと、ね、確かに。そうなので、手つないでるんだけど、うん、ライブってこの間のいくまちゃんのライブの時は。うん、ちょっと、まあ、最初の方だったのね、うん、あのオーディシャンプー、うん、だけど結構アンコールのこと多いじゃん、うん、オーディシャンプー、ね、だけどマイヤの手っていつもサラサラなの。へえ。汗をね、かいてない。汗かく、かく、かく。いや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 。で、カサカサは？カサカサはしない。いや、すっごい嫌だ。サラッサラッ。ほどよく、すべすべっていう感じで、すごいね、いつもすごいね、ああ、すごいなって思う。でも、この間、隣だ、着替えは大体隣なの、マイヤンと。で、こう、二人で汗拭きシーツで、こう、イグマちゃんが、こう、ユニットやってる時とか、汗拭きシーツで拭いてたんだけど、その時は汗かいてそうですよね。あのなんかさ、アゲンストとさ、あのシンクロでさ、期待しようってじゃん。紅白で期待しよう。そうそうそう。さ、インナーのパンツ、あのショートパンツあるじゃん。あれ脱いだらさ、そう、色がもう変わってて、汗が。あれ、私もさ、あれ汗かくよねって思ったんだけどさ、あれ元からは着てない。汗でしょ。いやだって、汗だよ。いやじゃあ私も思ったの、うん、こうさまだらにさ、うん、濃いところと薄いところみたいな感じでしょ。私もあれ汗かなと思ったんだけど、うん、絶対生地だよ。汗だよね。汗だよね。だってめちゃくちゃ。え、桜井玲子ちゃんなってたんですか。いやだから私も、うん、あれこんなに汗かいたっけと思ったんだけど、うん、いつ見てもあのまだらだよって重いじゃん。まとわりつくからさ、かくよ。え、そう、多分ね、汗だと思うよね、か。汗だよ。汗じゃないのかな。どうなんだろう。え、松村さんよりね、なってなかった。まだらに。え、汗かいてないの？書かないのかな。あんま書いてないのかも。確かにね。でも、ライブってあんまり書かないかも。書いてないかもね。すごいね。現状維持しちゃう。文字か。すごいね。うちは強かったね。汗まみれだった。そう、結構あぐらかいてる。あぐらかいてる。汗すぎる。その光景めっちゃ見たいです。すごいな。じゃあ次、はい、あやねちゃんは、うん、私なんか白石さんとあまりお話しする機会がないじゃないですか。だからこうなんかこうちょっとこうひょっこり見てて、なんかひょっこりひょっこりね。そうです、どちらかというと、うんうん、ファンの皆さんと同じ側というかイメージなんですけど、いいね、うん、いいよ。あの私服がおしゃれなのはもちろんなんですけど、うんうん、レッスン着もおしゃれ。あ、うれしい。一丁目来た。よく後ろから体育座りして、あ、今日もおしゃれだなって見てます。嘘、どういうレッスン着。でもやっぱり白井さん足が長いじゃないですか。だから何着てももうおしゃれなんですけど、なんだろう、なんなんですかね、おしゃれなんですよ。シンプルかもしれない。黒とかが多いのかな。うん。なんで、モノトーンか白。うん。え、それ、いくちゃんも同じこと言ってるよ。あやねちゃんと。え、それね、マイヤンがレッスンルームに登場した瞬間に、うん、私の隣とかにいると、今日もおしゃれ。って言うの、そういうアイテム、いくちゃん。いや、くさん。で、さ、いくちゃんとさ、さんのさ、レッスン着てさ、そう、割と私といくちゃんは昔から同じレッスン着を使ってて、あやねちゃんもどう？あやねちゃんもどう？私、レッスン着結構ダサい方なので。あ、そっか、ちょっと見ちゃうよね。見ちゃいます、おしゃれな人いると。わかる。そうなんだよね。ハイウエスト多くない？あ、ハイウエスト。あるかな？ね。うん、ハイウエスト。見てるよ。見てるかも。見てる見てる見てる。見てる。鏡越しに見てる。怖い、一番怖いやつ。怖い。怖いが嬉しい、そんな。ありがとう。確かに。ね、確かに。ね。
個性出るね。というわけで、いろんな情報ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な情報。はい。なんかお二人お知らせとかあったら。あ、じゃあ、鈴木あやねちゃんからお知らせだ。またそういうやつ。鈴木あやねちゃんから。言っちゃいそうになっちゃった。鈴木あやねちゃんのお知らせ何、これいいんですか、言っちゃって。あやねちゃんね、5月4日から9日まで、東京、全労祭ホールスペースゼロで舞台、頑張れ。703発クイズステージに出演させていただきます。よし、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 いいね、いいね。これはストーリー的にはどんな感じなんですか？これはですね、ですね、ちょっと待ってくださいね。いいよ。ちょっと、じゃあその考えてる間に言うと、競技クイズの話なのよ。マジこの漫画持ってるよ。あ、本当に？漫画めっちゃ面白くて話題なの。え？すっごい話題の作品で。めっちゃ面白い。見に行きたい。じゃあそれが舞台化。そうです。私ね、もう正直発表された時もうびっくりしまくった。あ、本当ですか？なんかめっちゃ面白くて、漫画自体が。めっちゃなんか面白いんだけど、なんか映像化するのが難しいって言われてたんだよ、多分。で、それをなんか舞台化っていうのもびっくりして、え、舞台するの？って思って、それにあやねちゃんが出てるって聞いて、もう余計びっくりして、あれに出るの？え、やばいんだけど、なんで街じゃないの？みたいな。そうなんだ、そう思ったんだ。まあ、マジでもね、クイズ全然できないから大丈夫。でも全然できなかったんですけど、今一生懸命勉強して、だいぶこう、早押しのボタンを押せるようになってきて。さっきね、裏でもね、あやねちゃんとクイズのね、練習してて、あやねちゃんが問題集持ってて、実際にね、すごいのが舞台で、ガチのクイズ大会みたいなのやるんだって。こうなんだ、こうなんだ、そうなんだ。そうそうそう。皆さんと対決するので、すごい。楽しくて、もう今絶賛クイズの練習中。えらい、えらい。見に来てくださる皆さんも手に汗を握るような、そうです、すごい、ドキドキするような舞台になってるの。ぜひ見に来てください。見に行きたい。行きたいね。よろしければ来てください。月4日から9日ね。ね、お願いします。皆さん、お願いします。さあ、ということで、乃木坂46から高山一実ちゃんと鈴木あやねちゃんでした。ありがとうございました。46の桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理がお送りしています。乃木坂46のオールナイトニッポン。今夜は乃木坂46の桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理がお送りしています。乃木坂46のオールナイトニッポン。さあ、今夜のメールテーマは白石麻衣のイメージでございます。リスナーのあなたが思う素直なイメージを送ってもらっております。早速です。神奈川県しらすの底力さん。お、寝癖が一切つかなそう。これさ、寝癖か、合ってるよね。合ってると思う、本当に合ってる。寝癖つかないの、なんか寝癖つかないっていうか、なんか動かないだよね、寝てるときそんなに。ああ確かに。体もそんな、うん、体は痛まないけど、たまに首は痛くなる。なんか、うん、マジで動いてないってこと？あんまりだ、動いてるけど多少は。うん、何向きで寝てんの？何向きで寝てんの？え？何向き？何向き？うん、何向き？仰向け。うつ伏せはないね。はい、仰向けか、うん、右下が多いかな。でもね、両方行く。あ、でもそんななんか大胆には動かないタイプだと思う。へー、うん、どうです、松村さん。でも確かに本当寝てる時、めっちゃ綺麗なイメージはすっごいある。全然全然。なんかその金沢の時もそうだし、なんか同じ部屋で寝てたじゃないですか。はい、え、ちょっと待って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 。部屋違う。みんな一緒じゃなかった？みんな一緒だよ。みんな一緒だけど。あ、一緒に寝てたって、そう、一つのベッドのことベッドで。の、じゃない。ちょっと一人のベッド。え、じゃあ聞いて、寝てる時、見てんだよ。怖い。しかも私の隣若で、その隣松だから、若は絶対挟まってるの。怖い。なに？怖くないから。見るじゃん、別に。見られてる。見るよ。
に寝てる時に見たの？本当に寝てる時。やだ、じゃあそれまで待ってたの？ちょっとね。やーだー、ね、ちょっとなんか、早く寝てほしくて、早く寝てほしいわけじゃないけど、うん、なんか寝たらいいなって思ってちょっと寝てるふりしてみた。どういうこと？なんかさ、人がさ、寝た方がさ、うん、なんか寝るかなって思ったの。あー、なるほどね。で、なんかみんな寝なかったでしょ？そう、なんかちょっとね、寝なくて、うんうん、で、なんかすごいその夜が盛り上がったから、うんうん、多分ね、すごい、なんかアドレナリン出てたんだよね。うんうんうん、3人とも結構夜更かしして、うんうん、で、その後布団入って、うん、シーンってなった後も、うん、なんか起きてたから、うん、若がめっちゃ早かった、ね。若早かった。若がめっちゃ早かったの。うん。うん、なるほどね。若がめっちゃ早くて、あ、寝たな、みたいな、寝息が聞こえてきたぐらいに、ピューって見て、うん、あ、まだ起きてる、あ、もうちょっとかも。まだ起きてる、もうちょっとかも、みたいな感じなの、ね。あー、なるほど、ありがとうございます。それどうなん、マイアン的に今それ聞いて。そんなちょっと怖いよね、やっぱり。怖くない？見られてるって相当好きよね、やっぱね。相当好き。マジなの？相当好きだよ。嬉しいが。若もいたよ、若もその中に。若もいた、若も見たよ、ちょっと見たの。視界には入ってた、若も。あ、入ってた。だって若にさ、うん、起きてさ、目あったらめっちゃ怖いじゃん。怖いよ。いや、それマイヤンもでしょ。うん、怖いよね、目あったら。いや、ほんとよ。確かに、パッて見て、松がこっち見てたら超怖いかも。怖いよね。いや、でもほんとにもう白石さん、なんだろう、なんか、なんか、現世で寝てるとは思えない感じなの。なんか、布団もさ、白いじゃん。なんか白石さん、ほんとになんか、なんていうの、天国で寝てるのかな、この人みたいな感じ。どういうこと？なんか、みんなと一緒だよ。電気消えてんだけど、うん、発光してるの。どういうことよ。本当に発光してた？発光してた、光ってた。いや、とんでもないなぁ。ほんと。嬉しい。そう、そう見えてたか。そう見えてた。気をつけてね。気をつける、ちょっとね、そうだね。気をつけなくていいよ。この後ももう意識しないで。怖いですね。気をつけます。まだまだ続きます。はい、今回のメールテーマは白石麻衣のイメージ。私が大大大大好きな白石麻衣ちゃんに対するイメージを送ってください。受付メールアドレスは46@allnightnippon.com まで。さらに番組のどこかで発表されるキーワードを書いてメールを送ると、私たちのサイン入りポスターが当たっちゃうかも。乃木坂46のオールナイトニッポン。乃木坂46のオールナイトニッポン、パーソナリティは桜井玲香と白石麻衣と松村さゆりです。はい、はい、いやー、はい、先ほどは恐ろしいエピソードがね、いやー、ゾゾッとしましたよ。ゾゾッとしましたね。はい、ちゃんと自覚を持ちますね。さあ、感想を来ております。はい、東京都直人いもけんぴらいみさん。おー、いもけんぴらいみ。いもけんぴらいみさん。はい、え、ま、松村さん、はい、もしかしてあなた白石さんのすと、とりあえず警察呼んできます。あー、仲間であるはずが、はい、芋けんぴらいみから警察呼ばれた。本当に来たらどうしよう、やめてください。それほどやっぱ衝撃だったのよ、うん、本当に、うん、でもさ、本当怖いのがさ、うん、無自覚っていうのが怖いよね。いや、めっちゃ怖。ちょっと本当今言われて喋ってて、うん、なんか二人の反応見て、うん、あ、これってやばいことなのかもって、ちょっとやって思います。なんかある意味さ、職権乱用よ。職権乱用。いや、ちょっとね、気をつけるマジで。だってなんかね、うん、使われなかったんだけど、うん、いつかのインタビューでさ、なんか乃木坂46に入ってよかったことっていうインタビューあったじゃん。うんうんうん、あれで、うん、あのね、メンバーの匂いを嗅げることって書いてある。やだー。そしたらね、カットされてて使われなかった。大変大変。はい、うーすけさん、うん、うーすけさんから、はい、だんだん松村さんが怖く感じてきました。白石さん、番組が終わったら松村さんから逃げて急いで帰ってください。ありがとうございます。ちょっと距離置こうかね。そんなことないよ、やめてよ。来るね、来るね、来る来る。ほんと面白いね。面白いよ。可愛く生まれてきてよかったな。
かったの。嬉しい、そんな。でも本当それはもうね、うん、お母さんに感謝してる。感謝しなさい、本当に。確かに。だって乃木坂に入ってなかったら本当にちょっと怖いじゃん。なんだろうな、怖いっていうか、うん、まあ、実現できちゃってるからね。そうなんですよ。近くにいる。今だって、うん、匂い嗅ごうと思ったら、嗅げるんです。どんな匂い？めっちゃね、今日はね、なんかね、ちょっと、なんていうの、大人っぽい。あ、大人っぽい。今日はめっちゃ大人っぽい匂い。でもね、ちなみに、もうね、うん、つい、ほんと30分前にもう一回嗅いでるから、うん、え、いつ？どこで？何？どこ？白石さんの知らない間に。え、どこ？どのタイミング？CM のタイミング。で、レイカちゃんにカメラが行ってる時に、うん、密かにずっと匂い嗅いでた。え、どこの？どこの？髪の毛。やだー！めっちゃ怖い。ちょっとー！だからもうね、この匂いは知ってる、私。本当に怖いんだけど、どうしよう。ガチトーンになってきたよ。気づいてないっていうのがね。ね、超恐ろしい。怖いわ、もう2時になってしまったのに。ですね。あ、もう一通来ております、はい。東京都、くれないチャーチーさん。はい。はい。マイアンさんのイメージは、うん、後輩に焼きそばパンを買ってくるようにと言いながら、1万円札を渡し、うん、釣りは取っときな、という感じです。うわ、すごいわかる。焼きそばパンね。わかる。それはどうですか、白石さん。いや、やったことないけど、うん、そんな。どうなんだろうね。でも、まあ、後輩だったら、可愛いし、そのくらいしてあげたい気持ちはあるかもしれない。例えばなんか自販機で、自販機ね。じゃあ、マイアンがお茶を買いに行きました。っていう時に、たまたま誰か後輩が来たら、絶対さ、お金入れていいよ、好きなのをしなって言うよね。ああ、それは言う。なんか見たことある。私も見たことある。ねえ、やったこと。それ見たことある。あるかも。後輩、その時は後輩じゃなくて、メンバーか、こう、メイクさんか誰かだったんだけど、なんか、お茶かなんか買ったかも。メイクさんもしてあげるの、優しい。結構なんかご飯にもさ、連れてって、おごってあげたりとかもしてるよね、ちょこちょこ。してるかもしれない。結構、太っ腹というか。全然。るイメージ差し入れのお菓子すぐくれるし、差し入れ一緒に食べようって絶対言ってくれるの。あ、一緒に食べようって、うん、優しい、ね、一緒に食べマチ絶対一人で全部食べてる。そう持っていくけどね、全部マツが綺麗にいただくの、うん、あとね、他にも来てる。なんだこれ、味噌ごまなめくじさん。わ、ごぼうと人参の違いがわからない。ええ本当にこれ、そえマイヤのイメージってこと？あれかな、あの、味噌ごまがわからない。俺、わかんないってことじゃなくて。あれじゃない、なんかさ、こう、なんていう、セレブっていうイメージがありすぎて、人参とごぼうっていうものを知らない。わかるよ、それはね。わかるよ。なめくじくんね、マイヤン見くびっちゃいけないですよ。ねえ。マイヤン料理できますからね。できますよ。人参とごぼうくらいわかるよ。わかるよね。むしろめっちゃ料理に使ってそう。うん。ごぼう。で、ついこの間だって使ってたでしょ。使った番組で。ねえ。わかりますよ。そうな。私はわかんないけど、あの、ごぼうのやり方。ああ、わかんなそう。うん、わかんない。人参もどこまで皮めくっていいのかわかんない。それはさ、人参皮むいたことある？え、ない。え？どこまで皮なのあいつ？あの人皮あります？ピューラーでさ、ピーってやったらもうね、もう身が出てくる。でも色一緒じゃない？まあ色は一緒だよ。だって人参だもん。へぇー、知らなかった。あとね、もう一つテーマ来ております。はい。大阪府、大勢の大勢さん。はい。机の上にリモコンを綺麗に並べていそう。ああ、リモコンね。どう？いつもじゃないけど、気になったら、並べちゃう癖はある。定位置とかある感じ？ある。あるんだ。へえ。右下。右下。何の？何の？机の右下。机の。テーブルの右下なんだ。そうに、こう並べちゃうかも。へえ。段差順、こういう。え、あれ、それ、段差順っていうのは、まあ、リモコン、テレビ、テレビ、ブルーレイとか、あと、まあ、あの、エアコンのとかと、あと、照明のなんか、消せるやつとか、4つくらい、こう、階段になってるかもしれない。かわいい。なんか、そういうものに、
定位置ある人、うん、いやそんなにねめちゃくちゃあるってわけじゃない。気になったものだけかな。本当に、ね、ティッシュとかもあるね。ティッシュ、うん、ティッシュここティッシュあるね。あるか。ティッシュと鍵は鍵もある。あるでしょ定位置ない。逆にどうだろう。私あんまり持って移動しちゃうからあんまりないかもしれない、うん、あそっか、うん、ティッシュを、うん、それは不思議な話だけど分かんない。なんかよく持っちゃう。へえ、うん、そっか。どう松村、私結構定位置あるかも。あるんだ、うん、意外。お鍵は鍵で、ティッシュは毎回なぜかここみたいな、うん、あるかも。あるか意外にね。物によってね、うん、ある。そうなんね。これも当たってんの、ね、全然関係ない話だけどさ、うん、あいいよ。何 M ステでもらうティッシュあるじゃん、うん、いつも毎回あのミュージックステーションさんに出させていただくと、うん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 、ティッシュをもらえるんですね、うん、M ステの1セットね。そう1セット5箱ぐらい。そうそうそう。あのティッシュって使う？使ってるよ。あ普通に使ってる、うん、うん。あやっぱそうだよね。え使ってないの？私全然使ってんだけど、うん、なんか親がさ、うん、母親とかが来たら、うんうん、もったいないって言ってなんか直そうとするの。だからみんなどうしてんだろうなと思って。全然使ってる。普通に使う。そうだね。なんか最初は実家になんかね、うん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 、送って、うん、多分それ取ってあんのかな。うーん、ね、うん、使うね。うん使ってるよ。ありがたく。なんだ、うん、全然もう何の話ですかみたいな目で見てくる。なんか一回さ、うん、なんだろう、金のやつでしょ。そうもらったね。スーパーライブみたいな3つ入りくらいのやつ。そう、ね、あれは使ってないわ。私も取ってある、ね、使えないよね。なんか使えないね。ゴールドはちょっと使えなかったな。今週またね出演させていただくから。そうだね、あさってですかね。また新たに5箱、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。あるね結構。あるある。さあ続いて大阪府もちドリルさん。はい。ボーリングでめちゃくちゃガーターを出しそう。あーボーリングどう、どうですか。やる、あれやってよくやるよね、うん、ファンの方とのイベント。ファンイベントでね、うん、うちありますねボーリング大会。ありますあります。どう、でも調子悪いとまあガーターいっぱい出るけど、うん、調子いいとストライクも出るから、うん、なんか何とも言えない。ああそっか。もともとやってる人だった、やったことは全然。小さい頃やったことあった、うん、家族とかとそのボウリング行って、うん、そう遊んでたりしてたから、うんうんうん、めっちゃ下手っていうわけでもないけど、うんうん、うまくもない。ほんとなんかザ普通のボウリング人生、うんあんまじゃあスコアとかわかんないよねきっとね。スコアそこまで100超えたらいいものなのかな。なんのかな。200かな。私もやったことないけど。200超えたらめっちゃすごい。うん、でもなんかさ賞じゃないけど1位2位3位の時、うんうんうん、なんかもらえるやん、うん、それになんか入ってなかった。なんかあなったことあるねえ、でもそれはファンの人がね上手だった。あそうなんだ、ね、あるよね。あるあるある。皆さんがこうストライクいっぱい出してくれたから、うん、もうそこでこう、うん、何計算というか、うん、助かったというか、うん、そうなんだ、うん、たまにさプロボウラーの人いない。いるいるよね、うん、もうかって回転してるのボールが。そうファンの人でなんかマイなんていうの、テグログローブと、うん、いるいるマイボール持ってくる、ね、そうなんだ。いるよね。すごい、すごかった。へえ、その人毎回来てほしいね。来てほしいよね。ねえ本当に手伝ってほしい ねめっちゃ朝かけて、うん、そう面白い。続いては、はい、京都府のジンさん。はい。両足骨折しててもヒールを履いてそう。どういうことよ。どういうことよ。これディスリか？ディスリですか？おいおいおい、これどうですか？白石さん。どうなんですか？さすがにだって置いたでしょ？履かないよ。うん、てか何したん？両足。両足どうしたんだよね。ゆっちゃんと。いたね。両足だったっけ？いや骨折ではなかったけど、うん、捻挫じゃなかったっけ？あそうかもしれない。やってたね。ライブで。かわいいね。そうだね。かわいいもんだね。もともとなんか、ヒールとかは履く派ですか？ちょっとたまに、うん、でもあんまり履かないかも、うん、今は、うん、確かにだね。骨折もねしたことない。そうなんだ、うん、おお意外意外意外、うん、したことありそう。どこ指とか指とか指はないかめっちゃ何して骨折してそう。なんか球技系、
球技系か自転車で転んでとか。あ、自転車こんなことあるよ。なんかさ、小学校の時に、自転車でなんか両手話が流行ってた時、うん、なかった、うん、あった。一瞬あったよ、ね。あったよね。あって、そう。で、塾に行く途中で、うん、塾で自転車で行ってたの。うん、で、なんかこう、車も通んない道だったから、うん、俺ちょっとやってみようかなと思って、うん、やったら、綺麗にね、電柱にね、ぶつかってたね。あ、怖い。すごいね、思い出。うん。普通になんか、すり傷作って、塾行ったんだけど、うん。あ、行ったんだ。そう、でも骨折とかはしなかった。よかった、よかったよ。塾習ってたんだね。塾習ってた。え、習い事何してたの小学校の時。怖いんだけど。気になる、気になるね。いくつか、あの、やらせていただき、待ちた。あ、ほんと待ちた。待ちた。具体的に具体的に。何やったっけ、あ、なんか書道とか、おぉ。ピアノ。うん。あと、水泳もちょっとだけやってて。そうなんだ。あと、英会話。おぉ。くらいですかね。そうなんだ。うん、すごい。なんか、ちゃんとしてる。してんの。しかし、舞ちゃんって感じ。あ、ほんと、ありがとう。小学生の時に英会話？いや、小学、ね、中学入ったくらいかな、英会話。かわいい。かわいい。かわいい。中学生のマイアンが、英会話習ってるのめっちゃかわいくない？どういうこと？普通？あー。え、マチもそこで一緒の教室行きたかった。そうだね。一緒の教室行きたかった。大阪だね。大阪だ、遠いね。遠いね。距離だね、距離。あ、やばいな、めっちゃいろいろ知れるな、白石麻衣ちゃんのこと。嬉しい。ありがとう。ね、確かに、だいぶ掘ってる感じはするよ。掘れてるね、松村さゆりさんで。ね、ドリルだからね。確かに今日ドリルでしょ、うん、多分ファンの人目線で気になっちゃうから、いろんなこと絶対ファンの人も、え、マイアン塾行ってたのってなってたと思う。まあまあ確かにね、なんか普通のことなんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう、うちだって普通なんだけど、マイアンってなると分かる。なんか塾みたいな、まあ、言ってることは分かるよ。分かる。塾行ってたでしょ。マイちゃん言ってたよ。ほら。別にそれは普通だもん。普通じゃないよ。レイカちゃんはなんか塾、うん、塾じゃないものに行ってそう、なんか家庭教師とか。塾行ってたよ、塾行ってたよ。あ、家庭教師もあった。あー、ぽい。すごいなぁ。あった、ありましたよ。あるよね。ね、両手話した？私怖くてできなかった。よかった。ほんとだって今自転車乗れないんだもん。そうなの。かわいい。かわいい。怖くて？怖くて。ね、一つずつ言っていい？うん、マッチュさ、マイヤに対しての可愛いと私に対しての可愛いの温度差半端ない。え、本当に？今また意識どっか行ってたよ。いつものやつ。あんたいつものやつ出たよ。やばいやばい、いつもの可愛い。あ、言ってたやつか。そうだそうだそうだ、ね、そんなことないよ。すごい、もうレイカちゃんのことも大好きだから。ありがとう。ねえ、死んでるな。ねえ、死んでるな。もうレイカちゃんの本当曲聴きたい。だからかけよう。あ、プリンの曲。曲本当に、うん、かけようかけよう。いいんですか？かけよう。大好きだから。え、じゃあここで一曲ちょっと、本当にかけていいですか？え、かけようかけよう。かけよう。嬉しい。はい。今日発売になったニューシングルシンクロニシティのカップリング曲でございます。はい。こちら、私が参加しているユニット曲でして、うん、生田絵梨花ちゃんと、美沙ちゃんと3人で初めてユニットを、うん、作ってやった曲なんですけれども、はい。目覚まし土曜日のテーマソングにも4月から、うん、なったりとかですね、いろいろしてまして、とってもいい曲なので、はい、聴いていただきたいと思います。はい、はい、それでは、聴いてください。雲になればいい。リリース日、私たち3人で答えをシンクロさせましょう。 OK、 じゃあ小さい頃なりたかった職業、せーの、ケーキ屋さん。ミサプラちゃん。ダメだ。じゃあ今食べたいもの、せーの、ラーメン。ねえ、本当に、あ、ダメだ、もうこれじゃあシンクロシネシティになっちゃう。
じゃあこの番組のタイトルは、せーの、乃木坂46のオールナイトニッポンシンクロ。さあここで感想メール来ております。あきっちさん、女性の方です、19歳、うん、今をときめくアイドルにこんなことを言うのは大変申し訳ないんですが、今日の松村さん、めちゃくちゃ気持ち悪いです。口に出していただきましたね。でも大丈夫、白井さんに嫌われなければ大丈夫。白井さんどうなんですか。ちょっとね、 50% ぐらいちょっと気持ち悪いなと思ってきた。おっと、揺らいでるぞ。ピンチです、松村さん。ピンチですか。ピンチです。ピンチはチャンス。いや超ポジティブだ。やばい、今日きっかけに余計白石麻衣ちゃんが私のこと気になっちゃうかもしれない。逆にね。ポジティブ。さあ2枚目、はい、ライトスタンドさん、愛知県の方です、うん、松村さんが白石さんに対して可愛いというたびに、僕はラジオの前で怖いと絶対しています。面白い。すごい面白いなこの人。面白いね。絶叫だってよ。仕方ない。なんていうのこういうの、なんか生理現象っていうの、なんかほんと思ったらポンって出ちゃうの。うん、反射的に、もう可愛いみたいな。もうね、ほんと喋れば喋るほど怖いよ、うん、そうだね。どうやったらいいんだ。でも大丈夫、白石麻衣さんに嫌われてなければ大丈夫。今どのぐらい。今 65%。 あー、はい、上がりました。 15%。 やばいよ。来ておりますよ、はい。さあ皆さん、お待たせいたしました、はい、ここでポスタープレゼントのお知らせです、はい、今日リリースとなった新曲シンクロニシティ、そのポスターに私たち3人のサインを入れてプレゼントいたします。はい、こちらのポスター、どんなポスターになっておりますか。はい、みんながね、こう、うん、シンクロしたポーズになってるんですね、うん、ピースだったり、はい、ウィンクだったり、はい、あと可愛いみんながね、うん、たくさん、みんなの表情が見えるポスターになっておりますよ。そうですね、うん、こちら非売品ですよね。はい、そうです、そうです。なかなか手に入らない。はい、ね、レアですよ。レアです、はい、さあこちら今から発表するキーワードを書いてメールまで応募してください、はい、当選者は番組のエンディングです、その前までに送ってきてください、うん、発表がエンディングですね。ではキーワードの発表です。キーワードはついさっき私たちで決めました、はい、マイヤン発表お願いします、はい、ポスタープレゼントのキーワードは、ブー、布団が発酵。はい、ね、そうです。松村さんの、言葉からいただきまして、はい、ありがとうございます。発酵ね、発酵ね、光る方ですね。はい、ホットマイヤンが発酵していたと。そうなんです。ありがとうございます。私の目は見ました。はい、キーワードと住所、氏名、年齢、電話番号、そして件名の欄に必ずポスターと書いて応募してください、はい、受付メールアドレスは46@allnightnippon.com、46@allnightnippon.com です。さあここで1曲お送りいたしましょう。本日発売になったニューシングル、シンクロニシティのカップリング曲です。1期生のメンバーだけで歌っております。乃木坂46、1期生メンバーでアゲインスト。46の桜井玲香と白石麻衣と松村さゆりがお送りしています。乃木坂46のオールナイトニッポン。今夜は乃木坂46のオールナイトニッポンをお送りしております。ここでこの後日本放送で深夜3時からお送りするオールナイトニッポンゼロから、パーソナリティの新内麻衣ちゃんと斉藤由里ちゃんがスタジオに来てくれました。どうもどうも、お邪魔します。斉藤優里です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの2人とも
結構ね、うん、遅い時間からいつもラジオされてる人と、うん、結構遅くまでね、うん、ゆうたもやってるけれども、うん、え、いつもさ、寝てから来んの？何してんの？ラジオまでの間。気になる。でも仕事してたりとか、うん、仕事ない時は寝てる。うん、あ、寝てんの？今日は今日は今日は、なんか、起きてた。割と起きてた。何珍しい日、うん、珍しい。今日は、なんか、ゴロゴロして。もう寝てるに等しいけど。寝はしないけど。寝はしない。でもなんか、その、用事とかいろいろあったから、うん、午前中、もう朝8時ぐらいから起きて、うん、午前中いろいろやって。すごい活動的。そう、ね。で、ちょっともう、夕飯食べたら眠くなっちゃったから、ゴロゴロしてた。うんうん、最高の一日。そうそうそう。ね、超最高の一日。え、二人とも帰ってからは、どうすんの？だって結局さ、うん、まいちゅんとかもさ、終わったら何、5時とか、うん、だよね、うん、遅い遅い。ゆたも結構遅くまで、私でも23時とかなの。だから割と普通に寝れる時間、うん、帰ってからも、うん、だから全然まいちゅんよりはもう、うん、なんで規則正しい生活ってかなっていうのね、まあそう、ね、そうだね、うん、でもなんかそう、2週に1回さ、工事中の収録とかがあっちゃうじゃん、はい、うん、あ、そうですね、もうね、そん時とかは、うん、いかに早く寝れるか自分でやってる。うん。タイムアタックしてる。タイムアタックもう、入って、家に入って、うん、もう、とりあえず、先にお風呂沸かすボタンを押して、うん、ちょっと脱いだりして、明日の準備して、うん、そのぐらいに大体お風呂沸くから、うん、そっから、もう1時間以内には絶対寝てる。へぇ、すごいね。こんなに遅く帰るのに、でもお風呂使ったりするんだね。ね、偉いね。うん、うん、なんか、なんか、疲れたくなっちゃった。冬とか特に寒いもんね、確かに。ぎっくり腰やっちゃうからね。そう、温めないとね。懐かしい、懐かしいね。心配よ。ありがとう。腰痛いって言われた瞬間。いや、わかるわかる。ねえ、マジも。この間なんだっけ、腰痛いって言ってたの。アスレチック。ああ、ハワイ行った時だ。そう。3人でお仕事でハワイに行ったんですよ。まっちゅんとまいちゅんと3人でね。そう。その時に結構過酷なアスレチックをやらなきゃいけなくて、3人で結構ヒーヒー言いながらやってたんだけど、まいちゅんが本当にビビってたよね。本当にビビっててね。いや、本当にあれは怖かった。今までに見たことない顔してたもん。いや、だから本当に放送が不安なの。逆に楽しみだよね。楽しみだよね。いや、本当に怖くて、松が、まあ、一番最初にね、やってくれて、れいかちゃんが2番目だし、最後だったんだけど、なんか松は破天荒じゃない。でも、なんとなくできる子じゃない。で、れいかちゃんは綺麗にできる子。だから、なんか、すごい余裕に見せてくんのよ、私に。全然余裕じゃないの。いけるよ、みたいな感じで。余裕だよ、これ、まいちゅん、みたいな。全然余裕じゃなかった、本当に。その特番もありますんで、皆さんぜひ、よかったら見てください。はい、見ます。はい、そして、はい、今日なんですけど、今夜のメールテーマはですね、白石麻衣のイメージということで、この時間は2人からぜひ世間が知らない白石麻衣情報を教えてほしいんですが、なんかありますか？うん、あるよ。あるよ。あります？そりゃあるよね。じゃあ、どっちから毎日一緒にいるからね。じゃあ、麻衣ちゃん。私、この間、これ、イコマちゃんの卒業コンサートの時に、うん、私がそのお昼かな、うん、リハ終わって、うん、ケータリングでご飯食べてたんですよ、うん、でそれがなんかすごい結構チョコレート系だったのかな、なんか結構歯につくやつで、鏡見た瞬間にはすごい歯についてるって言ったら、隣にいたミサ先輩が、すごい、え、見せてって言ってきたから、行くよって言って、いいって言ったら、あ、ついてるって言って、それに入ってきてくれて、喜んでくれて。喜んだ見たくなっちゃって。こんだけ綺麗についてると見甲斐があるね、とか言って。それ聞いてた。聞いてた？聞いてた。マチュー、なんかその、机にいなくて、なんか料理取ってる側だったの。で、音だけ聞いてて、いや、本当に、すごいなって思った。人に歯見せるのもすごい。なかなかできない。人の歯見せてって言うのもすごい。どっちもどっちだもんね。どっちもすごいよ。綺麗に見せてくれた。行くよ。行ってくれた。マイチュンも。だからすごいわーってなっちゃった。すごかった。いや、盛り上がりましたね。盛り上がってすごいよ。人の歯見せてって言う。いや、なんかあれは本当強いからね。しかもびっしり詰まってんだよ。そんなそんな。可愛く可
愛かった、うん、可愛く詰まってた、可愛かった、可愛かった、あるある面白い、はい、私はあのライブ前にメイクさんに喋ってたことなんだけど、うん、なんか私ね個人的になんだけど、うん、本当にマイアンの前髪あるの本当に可愛くて大好きなんだよねって話をメイクさんにこう不意にねしたのね、うん、その瞬間に後ろからね、うん、ありがとうみたいな感じで声が聞こえてきたのあれと思って、まさかと思って振り返ったらマイアンが後ろに実はいたの、あめっちゃ恥ずかしくて、その時にあーと思って、いる前ですごい褒めちゃったと思って、でも前髪流してるのも好きって言ってって言ってくれ言ったから、もう前髪も流してるのも好きだよっていう話をして、なんかすごいなんかね、お茶目なところがあるなーって。わかる、わかる。覚えてる。結構ね、うん、フランクなんだよ、しかも。そうね、確かに。それも結構ガッツリ聞こえてたの？うん、聞こえた。そう、結構大きな声で喋ってた。意外と近くにいて、聞こえちゃったから、うん、ありがとうみたいな。いないと思って帰った。私は喋ったの、うん、そう。その前にマイヤンがメイクさんにしてもらってて、うん、で、私が次でやってもらって、こそこそって喋ったら、あ、いたと思って。わかるわ。マチもね、なんか歌番組の収録のたびに、うん、もう松村沙友理の今日のベストオブ白石麻衣を決めてるの、うん、なるほど、ね、歌番組の、うん、あのカットあるじゃん、うん、で白石麻衣が映ってるところのカットで、うん、今日はどこが一番ベストだったかっていうのを決めて、うん、毎回絶対メイクさんに言ってるんだけど、あと MV、うん、ミュージックビデオの私の中のもうベストオブ白石麻衣、うん、いつも決めてるんだ、いつも決めてるの、そっかそっか、それはやっぱ麻衣やんがいないところでやる、そうなの、わかる、ちょっと恥ずかしいんだよ、恥ずかしいの、ちなみにそう言ってた聞くのあれだけど、シンクロニシティの MV ではどこが一番ベストなの？あのね、分かりやすいところで言うと、なんかこれは いっぱいいろいろあるんだけど、うん、もうシンクロニシティの MV はもうベストオブがありすぎてちょっといろいろあるんだけど、うん、一番最初で言うと、あの歩いていくところ、うんうん、もう冒頭よ、うん、もう冒頭の、うんうん、歩いていく姿が意外にめっちゃ早いっていうのが、うんうんマチューの気づいたポイントじゃないの？いやいや、なんかそこがすごい好きで、なんかあれさ、なんか周りの人たちは別になんかそのマイヤンを気にしないで自分のことしといてください、うん、別に喋っててもいいですよっていう指示だったじゃん、うん、でその間を私なんかマイヤン見てたはずなんだけど、うん、MV で見たら、あ、こんなに早くスタスタ歩いてたんだっていうのを改めて見て、あの歩き方めっちゃ好きって思った。あ、そうなの？いやでもあれはあの一番後ろからその矢印、その目印まで行く、うん、その曲が始まるまでについてほしいから、うん、できれば早く行ってっていう先生の指示だったから、ね、ちょっと距離あったもんね。そう、結構あったから、ね、早めになっちゃったんだけど、うん、じゃああれはじゃあ、うん、まだ出てくるね、 2A のあのさ、あのフロアフロアダンスするじゃん、あの時の服のシワ、めっちゃいいから、白石麻衣さんの服の詩はめっちゃいいから、ほんとマジで怖い、見て見て、どこら辺に MV、 そう MV だよ、 MV でみんなフロアダンスしてんだけど、白石麻衣さんちょっと見切れてるんですよ、え、どの時、あのね、ちょうどお尻上げたところ、あー、あのみんなでね、はい、そう、みんなでオンラインダンスしてるんですけど、その時の白石麻衣さんの服の詩はめっちゃ綺麗についてて、なんかそれすら芸術みたいな、今言ってるとこ大丈夫、うんうん、絶対大丈夫だって公式の MV になってんだもん、すごいじゃん、すごいね、なんか知らなくて方もね、なんかね、たぶんのなんかやっぱマッチョはこのシワのつき方 しないなみたいな、どんなつき方してる、なんか、うん、大丈夫、それ掘って大丈夫、うん、シワのつき方についてみたいな、ちょっと、ね、じゃあこの放送が終わったら白石麻衣さんに個人的に、そうね、個人的に言うね、ちょっと個人的にね、個人的に言うもん、言うよ、もう本当に怖いいや本当にあのお二人ともありがとうございます、また喋っちゃった、やばい、やばいでしょ、マッチやばいでしょ、ちょっとでもこんな話ばっかりなんでしょ今日は、もうね、お便りも大変なの、感想が松村さんがどんどん怖くなっていきます、今すぐ警察呼ばないって絶叫してますよ、でも楽屋で結構こんな感じじゃない、まあね、楽屋で、うん、メイクさんに対してはもうほんと毎日こんな感じだから、実はね、そうなんだよね、そうやっぱこう、ね、出してなかった、隠してたから、確かに、ね、隠してたんだね、なんで出したんだよ今隠しておりますよ、はい、ということでですね、この後深夜3時からオールナイトニッポンゼロ、うんうん、お二人出演されますけれども、うん、はい、二人はさ、こっちでは 何をする、うんうん、
予定です？なんか基本的にやっぱ深い時間なので、うんうん、その、まあ、ある一定数の女性はちょっと敵に回すような発言をよくしちゃってるんですけど、うん、なんか、いろいろ女っていうやつをやっていて、うん、よく駅前とかで泣いてる女の人とか見ません？うんうん、何カップルでみたいな？カップルはおでこつけがちじゃないですか。うんわかります。こういうのを検証してるんです、しゅうじの番組。面白い、はい、面白い、面白い。それに今日はゆったも加わってやってくれる。超楽しい。ぜひさん、そういうことやってます。いいな、それ、ね、いいね、話したいな、ね、それ。ゆったの女子力高いからね、うんうん、でも結構そのさっき打ち合わせをしてたんだけど、うんうん、結構共感てか見たこと、さっきのいる女はマジで見たことある人ばっかりだったから、結構本当にたくさんの人が共感できると思う。いるいるになっちゃう側じゃない？なっちゃう側？待って、私見て泣いてる？泣いてる、泣いてる。ゼロも聞いてください。ありがとうございます。今夜は乃木坂46の桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理がお送りしています。乃木坂46のオールナイトニッポン。さあ、お便り来ております。コーン二郎さん、今日のメールテーマだけど、松村お前マジで怖いから気をつけろっていいんじゃないですか。本当にマイヤンが心配です。いやー、心配してくれてる。北海道味噌クリームコロッケさん、松村さんの白石さん愛が怖すぎて、なんだか世にも奇妙な物語を見ている感覚になりました。震えが止まりません。もう放送されたんですか、白石さん。まだこれからですよ。まだですか。皆さんチェックしてください。お願いします。さあ、続いて埼玉県ニットンさん、松村さん、うん、今日の放送のベストオブ白石さんを教えてください。おお、気になりますね。なるほど。この2時間、やっぱ2時間の生放送で一番良かったのは、うん、その実は白石麻衣さんに気づかれないうちに匂いを嗅いだくだりなんですけど、うん、白石麻衣さんすっごいコメント見てくれるんですよ。おー、このね、あ、ショールームで同時配信してるじゃないですか、はい、そのコメントをめっちゃ見てて、はい、CM の間に、うん、それを見てる時のこの後ろ姿、もう怖い、なんていうの、ここで見ると本当に画面越しに白石さんが見えるから、顔でこの正面の顔も見えるし、でも私からは後ろ姿も見えてるので、さっき匂いも嗅げちゃったから、もう 3D、 これは 4D、 あそこが一番ベストオブベストだった。本当だよ、音楽までついちゃったから。震えてんのこれ。けど全然ダメだよ。でもさ、コメント見てる時の対戦の白石麻衣めっちゃベストじゃなかった？ちょっと一回コメント見て、一回コメント見て、これ来てるそう、これね、そう、これね、これめっちゃ言いたかったのね。カメラとね、ちょうど被ってるのよ。被ってるよ。でも、それが私の中でめっちゃ良くて。なんで、何が、だって、みんなからカメラに被ってんじゃん。でも、マチからは全部見えてるっていう優越感。優越感。ほんとマジやばいよ。いや、やばいで。やばいで、これ。やばいで。これ今日やばいで。うん、やばい。でも大丈夫。白石麻衣にさえ嫌われてなければ大丈夫だから。皆さん、たくさんメールありがとうございました。ありがとうございます。この後番組のエンディングではポスタープレゼントの当選者の発表です。はい、まもなく締め切りとなります。はい、乃木坂46のオールナイトニッポン。乃木坂46のオールナイトニッポン。この番組はインディード、日本建設工業、ペアーズ、大東建託、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ、あっという間にお別れのお時間になってしまいました。ね、早いですね。
さん、みっちーです。まずは私たち3人のサイン入りポスターの当選者の発表です。激レアなポスターをゲットしたのは兵庫県陽介さん、青森県かなえさん、神奈川県陽介さんです。ご当選おめでとうございます。あ、はい、お二人とも今夜いかがでしたか？いやマジ怖かったよね。怖かったね。怖かったね。レイカちゃんも思ったでしょ？いや予想以上にやばかった、ね、やばかったよね、うん、やばかったよ。今後が心配。心配待って、まだね、まだあの感想来てるんですよ。埼玉県中門さん、うん、白石さん、はい、放送が終わったらすぐに信用できる霊媒師さんにお祓いしてもらってください。そこまで来ちゃった。怖いな。確かに。何これ、息量ちゃった。怖い、どうしよう、なんか夢とかに出てきたら。とりあえず家帰ったら塩風呂、うん、そうだね、塩風呂ちょっとお清めして、ね、で怖いとか関係ない。でもさ、こんなに思いが強いとマジで飛ばしてる可能性あるからね。いや本当に、なんかさ無意識に飛んじゃってる可能性もあるよ。言う言う、うん、わかる。でも確かにマチだったら、なんか守ってくれるんならいいよ。え、めっちゃ守るよ。どこまでも守る。本当嬉しい。守ります。皆さんの分も皆さん一緒に守りましょう。例の方はね、みんなそう言うんだよ。ありがとう。熊本県歌う犬さんからも来てます。はい、先ほどから松村さんが怖いという感想が届いていますが、はい、僕は松村さんの気持ちよくわかります。だって可愛いもんは可愛いんです。可愛すぎる白石さんが悪いんですよ。そう、松村派です。だって松村派。え、でも1名結局そうなんですよ。みんななんかマチのこと怖い怖いって言ってたけど、うん、絶対みんなシワとか絶対見てるから怖い。服のシワ見る人、まあ、いや、ね、マイアンの髪の毛1本の動きすら見てるよ。ちょっと顔にこう髪がかかってるみたいな、全部見てると思うから。本当に怖い。だからみんな共犯だから、ハチだけじゃないから。やシンクロニシティって、ハモれ、怖い。みんなハモれ、ハモれ。ダメだよ。あ、はい、もう一つ来ていますよ。はい、東京都ハンペン侍さん、はい、これまでの松村さんの白石麻衣さんへの気持ち悪い数々の言動、羨ましいです。おきっと白石麻衣ファンでここまで気持ち悪い言動ができてなおかつ許されるのは世界でも松村さんだけです。すいません。世界中の白石麻衣ファンの代表として頑張ってください。応援しています。応援されて嬉しい。よかったね。本当この人の、もうこの方は本当に言う通りで、半弁侍、本当にありがたい立場でいらして、もう本当に嬉しいです。まあ確かにそうよね。もう全てはこんな風に産んでくれた親に感謝。可愛く産んでくれた親に感謝。まあ確かに誰もが思ってることを代弁してくれてるっていうのはあるかもね。みんなはもう嗅ぎたいでしょ。嗅ぎたい、触りたい。嗅ぎたいよ、触りたいよ、隣にいたいさ。じゃあ分かった、今度からは本当にちゃんと共有する。今まで隠してたから、うん、全部本当に自分の中で、あ、今日はこういう匂いかって思ってたけど、うん、分かった、今度から匂い嗅いだら全部皆さんに共有するよ。それね大事よ、それね、うん、使命よ。あなたそうね、うん、肌質はこう、今日はこんな感じだった、うん、全部もう共有します、うん、今日も手はサラサラだったとかね。オッケー、それ伝えていくべきよ。はい、本当に心配だな、これからの方はい、もう一つ、山形県、僕のアンパン勝手に食べたの誰ですか？誰ですか？誰ですか？ですかね。今日の放送ここまでちゃんと聞いていたんですが、うん、パーソナリティの方は乃木坂46の方から桜井玲香さん、白石麻衣さんの2名と出待ちのファンの方から1名ということでよろしかったでしょうか？あらら、嬉しいです。認知されたのでここまでやってまいりました。すごいよね、逆に。まあ、ねえ、うん、ね、出待ちでいいの？ねえ、あ、でも、でも出待ちはほら、うん、しないからさ、うん、なんていうの？そうよ。そう、うん、あ、でも結構待ってるな。ちょっとなんか否定できないのが悔しいけど。全然伝わってきてないんだね。そう、でも確かに気持ちはちょっと皆さんと一緒なので、うん、本当に、うん、よくねインタビューとかで、うん、なんか。メンバーとして白石麻衣さんどういう子ですかって聞かれるじゃないですか、うんうん、いつも答えたら、あ、それはちょっとファン目線なのでメンバー目線でお願いしますって言われたりするの。言われちゃうんだ。そう、言われるの。だからちょっと本当に皆さんと同じ仲間だって思ってもらえたらいいなと思います。なるほどね。やっぱミッションだよね。ミッションがあるのよ、うん、
なぜあなたがここに入ったのか、なんか7年目にして夢が見えた気がする、うん、おやっとやっとだよ。ありがとう。え、今日はすごいいいラジオだった。よかった。ありがとう。よかった。こんな感じでいいのかな感想は。ねえ、はい、乃木坂46のニューシングルシンクロニシティ、うん、本日発売になっております。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。さあ、この後日本放送で深夜3時からは乃木坂46新内舞ちゃんのオールナイトニッポンゼロでございます。うん、今日は斉藤優里ちゃんがゲストで来ておりますので、はい、こちらも最後までぜひ聞いてください。うん、さあ、お別れでございます。あ、早い。あっという間だったね。あっという間だったね。じゃあ皆さん聞いてくれてありがとうございました。桜井玲香と白石麻衣と松村沙友理でした。バイバイ。乃木坂46のオールナイトニッポン。動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。